富良野観光物語、十勝岳登山安静火口コース。JR 上富良野駅から車で30分ほど、標高1200メートルの十勝岳温泉は、十勝岳や富良野岳の登山口にもなっています。お天気に恵まれた7月中旬のこの日も、多くの登山客で駐車場がいっぱいでした。今日はここから約1時間の距離にある標高1400メートル付近の安静火口まで登山道を歩いてみようと思います。登山道を歩くとすぐに目の前に上幌亀徳山、左手には三段山がきれいに見えてきました。冬場の山スキーのメッカとして有名な三段山。青い空に向かってそびえる美しい姿です。標高1748メートルの山頂からは、十勝岳や上幌亀徳山の素晴らしい眺めが望めるそうです。正面に見える上幌亀徳山は標高1920メートル。切り立った岩がそびえるけだけしい姿の山です。小さな石が転がる登山道をゆっくりと登っていきます。山の緑のグラデーションが美しく輝いています。振り返ると、遠くに富良野盆地が見えてきました。美しい景色に疲れも吹き飛びます。草むらの中で何かが動く気配がありました。とても愛らしい姿のシマリスです。思わぬ嬉しい出会いにしばし足を止めました。足元には黄色い花が鮮やかなミヤマアキのキリンソウ、可憐な白い花をつけている午前立花、赤い実をつけることからその名がついた赤物、青い色の花が涼しげなミヤマリンドウなどの高山植物を見つけました。岩場を好んで生える蝦夷の丸葉シモツケは花盛りです。可憐な花々の姿を見かけると、山道を歩く足取りも軽くなります。安静火口を目指して黙々と歩きます。自分の足音と吐く息が普段より大きく聞こえてきます。歩みを進めるごとに頭や心の中が空っぽになっていくようで心地よいです。安静火口に近づいてきました。近くには活火山である十勝岳を観測するカメラが設置されています。富良野岳との分岐を過ぎて安静火口を目指します。ゴロゴロと転がる岩を避けて進みやすい道を選んで登っていきます。硫黄の匂いがきつくなってきました。安静火口は今から160年ほど前、江戸時代の安政年間に噴火したと言われる火口です。白い煙が立ち上り、硫黄の匂いが立ち込めています。近寄りがたい畏敬の念を抱きます。山々に手を合わせ、来た道を戻ります。眼下に広がる上富良野の町と富良野盆地の田園風景を見下ろしながら山を下ります。下りは上りよりも短い時間で下山できました。ゆっくりと歩いて往復2時間ほどで登山口に戻ってきました。登山口までは車でアクセスでき、よく整備された登山道に入るとすぐに雄大な山並みが楽しめる登山コース。下山後はすぐ近くの十勝岳温泉で汗を流し、疲れを癒す登山客の方も多いようです。今日は雄大な自然を肌で感じる安静火口への登山をご紹介しました。